ライトニング・マック・イーンはディズニー・ピクサー映画カーズシリーズに登場する架空のキャラクターである。2005年シーズンにてレース界に登場しルーキーとして注目を浴びる。カーズ2の時点ではピストンカップで4回連続優勝を記録し、2016年シーズンまでに7回の優勝歴を記録している。 2016年シーズン最終戦でのクラッシュ事故により、クルーズ・ラミレスをトレーナーにした特訓、再生プロジェクトを開始し、2017年シーズン初戦、フロリダ500にて、レーサー・ケン・クルーズのクルーチーフ、トレーナーに転身する。24ケージ霊園後半メタル製の2006年型ピストンカップレースカー特注使用車。車台は高強度。 チューブフレーム、エンジンは750馬力のフルレース対応 V8、エンジン。0から60マイルパーアワー加速4秒、最高到達速度時速198マイルの性能。赤を基調とした車体で、車体のところどころにステッカーが多数貼られている。両側面にはトレードマークの稲妻と95のステッカーが、ボンネットにはラスティーズのロゴマークのステッカーが貼られている。 カーズ2からの2作品では、ステッカーはすべてラモーンによるペイントに変わっている。サーキットが明るく、ヘッドライトが不要なためヘッドライトもステッカーになっていたが、カーズ2以降の2作品については、本物のヘッドライトが取り付けられている。カーズ、クロスロードでトレーナーであるクルーズに、自分のタイヤに名前を付けるよう指示された際には、レフティー、ライティー、バッキー、バッキージュニア、 と名付けた。モデルとなった実写に関し、監督であるジョン・ラセターは、ロサンゼルスタイムズの取材に対して、ナスカールのレーシングカーは、空力のため平べったく全然面白みがなかった。そこで、ストックカーとローラやフォード GT40 といった曲線美あふれるルマンレーシングカーをハイブリッドして創作した。と語っている。カーズカーズにカーズ。 クロスロードラスティーズ、社長、クルーチーフ、ピットクルー、トレーラーダイナコ、社長、レーサー、ピットクルー、トレーラーワールドグランプリカーズ、ピストンカップレーサーのルーキーとして登場。ルーキーとして注目を浴び、右頂点で栄光ばかりに目が行っているせいか、自信過剰で自分勝手な性格である。2005年シーズン最終戦、ダイナコ400で、 初の新人チャンピオンを狙うが、マックイーンを含む3台が到着となり、王座決定戦が行われるカリフォルニアへの移動中、トラブルにより田舎町、ラジエータースプリングスに迷い込み道路を壊してしまったため、その補装を受け負ってしまう。当初は住人たちを嫌い、一刻も早くカリフォルニアに向かいたい一心であったが、住人たちの優しさに触れていき成長していく。カーズに、 ワールドグランプリに参加することとなり、親友メーターたちと共に、東京やイタリア、ロンドンなど世界各地で、レースに挑む。カーズ、クロスロードマック・イーンもベテランレーサーとなり、世代交代に焦ったことでレース中に、クラッシュ事故を起こしてしまう。初めて挫折を経験したマック・イーンは、レーサー育成施設、ラスティーズ・レーシングセンターで、若手トレーナーのクルーズ・ラミレスと出会い、共に、 レースに復帰するための特訓を始める。砂浜での特訓やデモリションダービーなど様々な特訓でクルーズと絆を深め彼女の夢を後押しする形で人生の大きな決断をする。決め言葉であるカチャウは本作では一度も発しない。メーターと恐怖の火の玉メーターが主役のためマックイーンは脇役として登場。 カーズ・トゥーン・メーターの世界作り話どの作品にも、メーターの話し相手として登場。また、彼のホラー話の中にも様々な形で登場する。カーズ・トゥーン・ラジエーター・スプリングスの仲間たち、マック・イーンが、主役の作品もあれば、一切登場しない作品もある。エーグリース、ギーク・ウィル・ガイドユー、カーズ・デコーデット・バイダン・ニール、ロサンゼルス・タイムズ、1ン。 2006A ハイブリッドビトウィーン、A ストックカー&、A モアカーベーシャスレマンズエンデュランスレーサーウィズサム、ローランドサム、フォード GT40 ブリックとは会話シーンがない、ものの友人である。アメリカでのみの発売。ありがとうございます。